四国88カ所霊場をめぐる絵画展が未生文化センターで開かれています。この作品展は深浦の東本健太郎さんが絵画経験がないにもかかわらず5年ほどかけて夫婦で四国88カ所を訪れ、色鉛筆を用いて描いた作品およそ100点を展示しているものです。うちの家内がね、病院でちょっと倒れまして、で治りまして、病院の先生がリハビリをしたらええんじゃないですかって言うんで、でまあぼちぼち回ってお寺を回って、で私もこの絵を描いたんですね。ゆっくり、まあ、お寺周りでもしてゆっくり家からまあ近くのお寺を行って、そんでゆっくり回って私もこう下絵をして、で家に帰ってきて本屋に書き直して、またお寺に行って、そこのお寺に行って、農協長ですか、農協をしてもらって行ったわけですね。88箇所一遍お寺に行って、ね、下書きして家に帰ってきてこう本屋にしてだけですね。それほんでまた戻って行ってお寺に持って行って農協してもらうと、ゆっくり回ってね、急がんと、そんな感じですね。これから今度は神社の側の今度神社側に回って第2弾ぐらい書こうかなと思って、やっぱりこれ書いたら次もなれねこれで終わるんでなしに神社を書こうかなと思ってます。この東本健太郎パステル展は13日から18日まで未生文化センター1階ホワイエで開かれています。